ナターリア・カスペルスキーは、ロシアのコンピュータセキュリティ会社、カスペルスキーラボの取締役会会長。正式なロシア語名は、ナターリア・イバーノブナ・カスペルスカヤ。モスクワ出身。1989年に、モスクワ電気工業大学を卒業し、応用数学の学位を取得。卒業後、中央科学設計所に研究助手として務める。 1994年から紙情報技術センターで働き始め、そこでアンチウイルスプロジェクトアベップの経営に携わる。1997年にカスペルスキーラボを共同設立し、2000年にアベップはカスペルスキーアンチウイルスと解消された。2006年10月時点で同社 CEO で全部でもある友人カスペルスキーと共に会社の 約80%を所有している。カスペルスキーラボの CEO を務めたが、2007年に友人が CEO に就任し、ナターリアは取締役会会長に選任された。彼女は世界中のビジネス開発セミナーやカンファレンスに定期的に参加している。数数めの母でもある。ありがとうございます。